皆さんこの色つけてください。どうですか、これがね最高に美味しいスープなんですよ。これですよ皆さん、見てますか皆さん、食べたいでしょう。どうもゴリゴリさんです。はい、ということでですね、今回はコラボ動画でございます。もう毎度毎度同じですが、彼がいるということは、アジパンダちゃんがいるということは、アジオンさんのコラボですね。そして今回はなんと商品は味の素ではございません。ハイミーですね。皆さんハイミー知ってますか？知らない方が多いと思うんですけども、僕のおじいちゃんおばあちゃん世代の方々が結構使ってたんですけども、ハイミーをね今回ちょっと使ってほしいって言われて嬉しかったです。なんでかって言ったら、ハイミーを使える料理研究家はいるとは思うんですけども、一番うまく使える料理研究家は僕しかいないと思ったんで。昔はねよくね煮物とか汁物とかに使われてた調味料なんですけども、旨味調味料ですね。味の素と同じ旨味調味料です。味の素と何が違うのかと、これはですね、旨味の成分が違うんですね。味の素は大半グルタミン酸ナトリウムなんですけども、このハイミーはですねイノシン酸とグアニル酸っていうのが、含まれてるんですね。イノシン酸っていうのは僕、まあ、いつも動画で言ってるんですけども、動物性の魚とかお肉とかによく含まれるような核酸なんですね。グアニル酸っていうのは干し椎茸とかによく入っている旨味成分なんですけども、これをバランスよく配合したのがこのハイミーなんですね。旨味が味の素より強いです。なんで今回はですね、このハイミーの強い旨味をですね利用しまして、30分で本格的な醤油ラーメン作ります。前回僕至高の醤油ラーメンっていうのやったんですよ。であれもすごく良かったんですけど、2時間かかるんですね。今回はこのハイミの旨味を利用して30分作ります。最高に美味しい。普段使いで30分でめちゃくちゃ美味しい醤油ラーメンが作れるっていうやり方を今回ご紹介しますので、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきます。まず、鶏肉と1枚、350g ぐらいのものですね。もも肉です。はい、これで出汁を取る感じですね。とラーメンの麺です。市販のもので大丈夫です。はい、120〜30g ぐらい。長ネギ、青いとここれスープで使います。普通のこのネギなんですけど、これはみじん切りで、1杯あたりに入れていきますんで、こいつを用意してください。長ネギが 20g、 こっちの具の長ネギは 20g は1人前になりますんで、多めに用意しておいてください。 2人前作るには。で今回はスープ2人前で返し2人前、きっかり作りますんで2人前の材料になります。でネギは 20g なんですけども、2人前作る場合は 40g 用意してくださいね。ラーメンも、2人前だったら2玉用意してくださいね。はい、生姜とニンニクです。はい、これはスープとかに使いますんで材料を用意してくれればいいです。ハイミーですね。こいつがね醤油ラーメンには非常に合います。はい、僕のおじいちゃんにこれは教わりました。ラーメン作るんだったらハイミー使うと。なんでかっていうと旨味がね強いんでね、これからやっていきたいと思います。はい、ではですね、ハイミーはですね、旨味が、強いのが特徴でございます。ハイミーに負けないぐらい僕も旨味を出したいと思いまして、旨味を抽出するために、旨味を抽出するためにはどうすればいいかっていうのをやっていきたいと思います。まあ、僕にとってハイミーみたいなもんですので。で、こちらに入れて、僕の旨味を出していきます。乾杯！コラボ動画で飲む酒は格別だぜ。ということでやっていきたいと思います。ネギね、まず、みじん切りにします。はい、こっちの、具になるネギの方ですね、丼に入れる方のネギです。1人前僕今切ってますけども、2人前同時に作る方は倍量やってくださいね。これね倍量だと 40g ね。これ 20g のネギです。でこんな感じでまあ刻んで、ください。みじん切りのネギがねスープに入ると非常にネギの香りが際立ちますんで、具みたいな感じになりますんでね、これはねやっていただいた方がいいかなっていうふうに思いますね。青いところは後でスープで使っていきますので、ニンニクは叩いてスープに入れちゃいますんで潰しちゃってください。こうやって包丁でね、はい、潰して、じゃあ、ニンニクは 10g 量って入れてください。で潰したまんまでこれでいいです。はい、生姜はこのまんま入れると香りが出づらいんで、こうやってスライスします。こんな感じですね。ちっちゃいニンニクだったらね、これ2つぐらいに使ってください。今回大きいニンニクなんでこれでいきます。生姜はスライスして、こんな感じですね。鰹節がありますんで、鰹節これ 3g ね。これは、まあ、返しの後に使いますね。あ、これ1人分で 3g、 だから2人分だと 6g 用意します。でこれは3、40秒チンして、粉にしていきます。返しにおろしニンニクを入れたいんで、ニンニク1つ剥いといてください。後ですりおろします。じゃあもうスープ作っちゃいます。鰹節はこうやって粉にしてくださいね。はい、でこれは返しと一緒にスープに入れ込んで、香りですね、基本的にね、うまみもあるんですけども香りをつけていきます。この香りが一番重要です。スープ、作っていきます。今回はね鶏肉の
まあ、チャーシューチックなね、ゆで鶏一緒に作っていきますので、だしと具になります、この鶏肉は。テフロンの鍋がいいです。はい、火つけましたんで、ここで鶏の皮をね、少し焼いていきます。焼き目をつける感じですね。少しだけラード入れていただいた方が鶏の脂が出やすくなるんで、はい、少しだけ、少しね、油を入れるとですね、鶏の脂がね、非常に出やすくなりますんで、そうすると皮がパリッとね、香ばしく仕上がります。皮目を焼いていきます。鶏の脂も、ラーメンのスープに加わりますので、非常に、複雑な味になります。いい香りがしてきましたね。これ 3,4 分ぐらい焼く工程が入ります。これはね、両面焼かないでいいですからね、皮目だけでいいです。こうやって焼くときは、なんか鍋の、端の方に、寄せていくと、全体の皮全体がですね、焼けていきますんで。あ、いいですね、この色です。皆さん、この色つけてください。お水入れていきますよ。 500cc のお水、あ、500cc やね、 700cc だ。 700cc のお水を入れていきます。これで大体ね、2人分のラーメンのスープになります。長ネギはね、あらかじめ洗ってくださいね、これね。青いとこ入れます。はい、生姜、はい、ニンニクね、これ香り付けね。鶏にも少し塩味つけたいので、お塩ですね、小さじ2/3、これぐらいです。2/3、これを入れてください。これで、スープと鶏肉にいい塩味がつきます。強火で沸かしてください。沸いてから30分ほど煮ると、鶏のいい出汁がこのスープの中に溶け込みますので、鶏肉の出汁一応この出るんですけど、少しね、やっぱりラーメンにするにはね、旨味が足りないんですよね。その時に、重宝するのがタイミーなんですね。最後の最後に出てきますけど、めちゃくちゃいい仕事しますんで、中火ぐらいで、このまま蓋をして30分煮込んでいきます。そうするといいスープが取れますんで、これは、このまま、30分測りましょう。皆さんね、沸いてから30分で、換算してください。沸いてないですけど、もう面倒なんで、もう沸かします。じゃあ次はね、かえしを作っていきます。かえしっていうのは、まあ、ラーメンのタレですね。2人分のかえしを作っていきます。まず醤油 75cc、 大さじ5ですね。酒が大さじ1半、みりんが大さじ1半、砂糖小さじ1杯。ちょっとね、甘みをつけた方がね、いいです。これ全く甘みが入ってないんで今、はい、かえしにおろしにんにくが少し入ってた方が、パンチのある、ラーメンになります。この量だとにんにくね、半かけぐらいでいいです。これぐらいかな。トン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 、アルコール飛ばします。アルコールを飛ばすとともに、この醤油の角を取っていくんですね。で、本当に 1,2 分ね、まあ1分くらいでいいかな、中火ぐらいでいいので、もうボコ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 言わしてですね、アルコールだけ飛ばしていきます。これを煮立たせることによってまろみが出てきます。だいたいこれぐらいですね。はい、沸かして中火で1分か1分半ぐらい、やっていただければいいと思います。これが返しです。これが2人前、これ作っといてくださいね。はい、ではですね、じゃあ弱火で30分煮たっていうこのスープがこちらあります。ちょっとこれ刮目せよですよ。はい、どうですか、この血湯が出て白濁したこのスープでございます。これがね、最高に美味しいスープなんですよ。鶏肉、これはですね、具材になりますんで、もう取っちゃいます。30分でもですね、結構ほろっといくんですよ、このスープとね。もうこれが本格的な鶏スープになってますから。チャーシューというよりね、ゆで鶏ですね、ゆで鶏、こいつをトッピングのためにこうやって切っていきます。はい、トッピングが2人分なので、一応全部切っちゃいましょうか。はい、もったいないです。これね、包丁入れてみると分かると思うんですけども、ほろほろです。超柔らか。鶏肉っていうのは、しっかり煮るか、あんまり煮ないかの方が、どっちかの方が柔らかいんですね。中途半端に煮ると柔らかくなくなっちゃうんで。こいつを後で、トッピングに使っていきます。そしたら麺を茹でていきましょう。はい、それではですね、麺を茹でていきます。もう沸騰したお湯に、ラーメン一玉、入れちゃいましょう。はい、茹でてる間に、返し作っておきます。はい、2分半から3分ね、これも茹でていくんですけども、茹でてる間に、もうね、丼用意しちゃいます。これね、ラーメン丼はね、できれば温めてくださいね。さっき用意した返しね。大さじ3杯。1、2、3ですね。はい。カツオの粉。ね。一番最初にやってたやつですね。カツオの粉入れます。はい。最初に切った長ネギ入れます。ラードがね、まあ、これ好みによるんですけども、僕は、これね、まあ、これで大さじ2杯ぐらいだと思うんですけど、大さじ2杯ぐらい入れた方が美味しいと思います。
黒胡椒のね香りも醤油ラーメンすごく必要なんで、はい、ラードがなければサラダ油でやってもいいんですけども、できればラードを使った方がいいかな。ここでハイミーです。ハイミー1、2、3、4、5、6振りです。はい、ハイミー使わないと出汁感が足りなくなっちゃうんですね。旨味が足りなくなっちゃうんで、ここでハイミーを入れてください。ハイミーっていうのはグルタミン酸とイノシン酸とグアニル酸のアミノ酸と核酸の相乗効果で非常に旨味が強い。これからねスープを投入するんですけども、そこに強い旨味を入れることによってまるでお店のようなラーメンになります。スープはね、もうこれ温めてあるやつなんで、ここ300cc 入れます。はい、そしたらラーメンは茹で上がりましたんで、こいつはよーく湯切りしてくださいね。ラーメン屋さんがなんで湯切りするかっていうと、麺を茹でた時の水分がつくのは嫌なんですよね。入れます。最高に美味しそうじゃないこれ。玉ねぎね、青が入ってると非常に映えますんで、ラーメンっていうのはさっき、切っておいたほろっとしたこの鶏チャーシューを、添えていきます。鶏ラーメン、うまそうだな。おい、誰が作ったのこれ。これですよ皆さん、見てますか皆さん、食べたいでしょう。本格鶏醤油ラーメン完成なんです。はい、それではできましたね。食べていただきましょう。いただきます。ビールいきたいなと思ったらほとんど泡になっちゃったね。いただきます。こんなうまいに決まってるじゃん。こんな香りやばっ。おほほほ、お、鶏うまっ。ハイミーを使ってるんで動物性の旨味が濃いですね。すごく満足感がある。このスープやばい、最高に美味しいです。ハイミー使わないとこの深い旨味にならないですね。やっぱラーメンっていうのは麺に味もついてないものなので、旨味が深くないと違和感を感じるんですけど、ここにハイミーが加わると非常に深い味になるんですね。ということで、はい、いただきます。ありがとうございます。じゃあいただきます。うまっ。めっちゃ深くない？深っ。でマジでうまいんだけど。マジでうまいでしょ。老舗のさ、中華屋さんのさ名物醤油ラーメン。そう、名物醤油ラーメンじゃないこれ。俺いつも味の素使ってるじゃん、うん、味の素でもできなくないんだけど、うん、でもハイミー使うとうまみが強くつくから、あ、飲食店に近づくんだよね。なるほどなるほど、うん、鶏肉もいっちゃってください。鶏肉も非常にいいっすよ。チャーシューこれでいいなって感じもするでしょ。でいい、うん、そう、今回はスープの鶏は30分でいけるので、うん、鶏のスープも鶏のスープですごく美味しいから、うん、豚の醤油ラーメンともちょっと味も違うんだよね、はいはいはい、風味も違うから、うん、これはね俺永久保存版だと思う。いやうまい。ぶっちゃけそんなにハイミーって馴染みがそんなにない、うん、あ、これ食べれるんだったら全然そうだよ、常備しておきたいです。そうだよね、ハイミーはね汁物とすごく相性がいいから、うん、インパクトを出す味にしたいなっていう時に入れるとこういう味になるんですよ。証明されてましたね。これね、言われる前からこういうの作りたいなと思ってて、ハイミーでぜひやってもらいたいですね。ここもいろいろ使えるんだけど、まず皆さんにこの短時間でできる鶏醤油ラーメン、これはねハイミーでやってほしい。皆さんハイミーを使ったこの本格鶏醤油ラーメン、ぜひ作ってみてください。